トゥメルの聖杯、聖杯教会に安置されていた儀式聖杯、カリュドの夢、発汗の祭壇で儀式を行えば近い世紀の封印は解けるだろう。聖杯は神の墓を暴き、その血はカリュドの糧になる。あ、カガリービボフ。ここなんだい。あ、なんかあるぜ。丸薬。フロムの優しさ。どれ、聖杯ダンジョンとやら行ってみる。あ、どうも、藤丸です。ね、中の追加コンテンツが来てまして、なんか、ブラッドボーンが100万本達成記念ということで、ね、無料プレゼント、死者の、包帯頭ですか、これ。なんて読むんでしょうかね。というものが、これ何なのかよくわかりませんが、多分あちらの、あちらにおわす死者タンが、をなんかカスタマイズすることができるというようなことらしいんですけどね。どういうことなんですかね。どこで何をすればいいのかがよくわかりませんが。はい。ああ、これか？でも普通にシルクハットだしな。で、あと、そういえばと思って、コンテンツといえば、初回限定のね、デジタルコンテンツ、これ、そういえば俺ダウンロードしてねえなと思いまして、昨日慌ててちょっとダウンロードしたんですけど、ミニサウンドトラックと、死者のヨレヨレトップ、ブラッドボーンのテーマですかね、プレステ4の、をダウンロードしました。これ、サウンドトラックはちゃんとUSB メモリーかなんかをね、プレステ4に挿せば、そっちにファイルとしてね、ちゃんとコピーできる仕様でしたね。ありがたい。はい、ということで、まあ、前回、そう、聖杯を手に入れたんですけど、あれ？うわ、なんかあんな綺麗に月出てたっけ？聖杯ね。で、ここで使うと思うんですけど、ちょっと待ってください。あそこなんかいるな。なんか、ついに出た。あ、啓蒙が12になってるな。おお、ついに出たか。あ、啓蒙を消費して、はぁ、なるほど。啓蒙、あれ？これ持ってるもんね。ん？神父の狩り星って、これ、なんだっけ、ガスコイン倒した時にもらったやつじゃなかったっけ？違ったかな？これ持ってないもんね。これ自分から行くってことね、これ。と、共鳴する不吉な。あ、白ファン、黒ファンだ。なるほど、なるほど。これは、買っときゃいいんじゃないか。これってこんな貴重なものなんだね。あれ、でも、あれ？下にいる死者タンも売ってたよね、これね。ちょっと高かったと思う。2000ぐらいだっけかな。あれ、これ神父の仮帽子持ってなかったかな。あ、違う。ないのか。トップハットだったね、ただね。そうか。まあちょっといずれ、ちょっとまだこの、啓蒙のね、入手の仕方がよく分かってないので。なんか単に今、ボスに会ったり倒したりしたことでしか稼げてないから、その他の稼ぎ方がなんか分かってね。あ、これいくらでも稼げるじゃんみたいな。時間はかかってもっていう状況になりましたら、おっ、はい、はい、 once guardians of the hunters.
in the times ルドウィーク。あれ、ルドウィークってなんだっけ？ルドウィーク。I worked and forged weapons in their unique workshop. ワークショップ。Most ministers don't recall the hunters, but they have much to offer you. And so, heed the message of your forebears. はい。Ascend to Erden Chapel. 上がりたまえ。Ascend to Erden Chapel.これ、もしかして合言葉じゃね？そういうことかな。もう一回あそこ行ってみる。これな、二次欠片がまだ一個足りねえんだよな。火炎放射器とかこれ強化したらいい感じになるのかね。あれ、これ以上強いものは特にまだ、違うか、ないか。そう、それで聖杯ね。これ、とりあえずこれなのかな？あ、違う。これ別の聖杯か。こっちは？お！おお！いける。聖杯ダンジョンの検索？うわ、なんだこれ。追加技法。検索見つかりませんでした。聖杯の儀式、ちょっとこれどこでもできんの。これ2番目、あ、できんのか。どこでやるとかなんか関係あんの。これちょっとわかんないね。全然わかんないけど、まあ、とりあえずではこれに、はい、やってみる。儀式を行う。これ、あ、血の意志が必要なんだ。あー、ちょっと待って。線必要なのね。じゃあ線残して、回復相当使ったのもね。あー、でもそうでもないか。まだ58もあんのか。あー。そうですか。どうしようかな。ん？あ、これ売ってんだ。2500で。なんだ。売ってんのか。じゃあとりあえず今回はレベルちょっと上げとく。何本あげれる？3つあげれる。じゃあ、神秘ね。どうしようかな。技術上げちゃう？技術上げるか時給上げるかだな。体力もあれだけど、あんまり上げてもな。どうだろう、悩ましいな。よし、時給上げる。はい。で、残ったお金でちょっと輸血補給しとくか。あと石ころ。あ、バカ！だから線残しとかなきゃいけないのに。何してるだよ。バカ人が。あ、そう。それで、あのね、ちょっと、線、貯めつつなんですけど、俺ね、ちょっとね、一箇所ね、そういえば、見逃してたとこあったんだわ。
ここ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 降りれるなとか言っといて、下行っちゃってここ降りてねえんだよな。ここアイテムいっぱいあるぜ。なんかね、あの赤く夕日がこう入ってる、あーそうそうそう、あれがね下から見えてたんだよな。ここ来てませんでした。雫、お、これなんだ、うわー、これ落とさなきゃダメか、もしかして。下に怖えな、ほら。あー、そういうことね。はい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 、なるほど。これは何かなと、あ、これも、これも落とさなきゃダメ。あ、ダメや。あー、なるほど、これ落としたことによってあのネズミゾーンに行かなきゃいけねえんだ。前ね、行った時はこうネズミしかいなくて、なんだこれ、何があるんだこれって、なんもねえじゃんみたいなことになってたもんね。なるほど。これなんで俺思い出したかっていうと、自分で撮った動画をちょっと見返してたら、あれ、こっちはなんだ、はい、ちょうどね、あの収録をね、あのちょっとあの別の動画エンコード中にエンコードしてることすっかり忘れて収録を開始しちまった回っていうのがあってすごいあの駒落ちしたガクガクの動画になっちゃったんですけど、あの時にあそこ行ってるシーンがあったんですよね。ちょっとそこの本当にこれ動画使い物になるかどうかと思って、ちょっとね、いろいろ動画の修正なりチェックをしていたら、なんか光ってない、これ単に光の反射、これなんか光ってるね、これね、なんだろう、あれ、ここ何もないのかな、これで燃やせるとかない、そんなことはない。ん？なんだろう、ここ。ちょっと待てよ。ちょっとこっちもうちょっと見てから。アイテム下に2個落としたもんね。そんなダメージ受けてない、そんなにダメージ受けてねえわ。あ、いや、ジャンプしちゃった。ちょっともう一回上行くか。もうなんもないかな。ここ、こう下に落ちても得なんもない、ない、なんだろうな、ここ怪しいな。なんだろう、2周目になるとここに何かがみたいな、そういうこと。あ、これところでどうやって戻るの、降りるしかないのか。あ、であれね、ちょっとネズミがいっぱいいるから、死な、スローイングダガーを出せ。スローイングナイフか。引く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 。ほっ、ぶねえ。さあ何が出るかな。ほっ、あ、ケッペンでした。もっと早くじゃあこのケッペンゲットできてたんだな。
はい、ここ撃たれるんだよな。おぶっ、痛い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 、やろう。おお、荒ぶってんだ。お、完全なる武空術。これ俺の武空術史上最長記録じゃないのこれ。だいぶ浮いてんな。まだ、おすごい。もうちょいけるか。お、ああ、あそこが限界だったか。ほっ、いっぱいいる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 。えい、こいつらがなんでスローイングナイフを落とすのかもね、だいぶフロムのを活性化させて考えたんですけど、いい、しっくりくるやつが思いつかないんだよな。あ、なるほど、そういうことだったのか。ということで1300溜まったから戻るか。逆だった。ということで、じゃあ聖杯儀式で儀式を行うでいいのかな。詰める遺跡ね、儀式を行い聖杯ダンジョンを作成しますか。儀式を行うことで素材が消費されます。はい、あれ、あ、ダンジョンが、作成され聖杯が、祭壇に置かれました。聖杯ダンジョンの、探索ができます。最初の儀式祭壇、封印の間、聖杯を外す、探索記録を消去します。聖杯っていくつもあるってことなのかな。まあいいや、ちょっと行ってみますね。共有設定ってなんだ。聖杯文字、ちょっと入ってみましょう。お、あ、なるほど、これでもうあっちからじゃなくて、こっから、こっからじゃない、普通のなんて言えばいいんだ、要石から来れるようになったってことなのかな。よくわからん。あっち、まあ単純に死んだらそっから再スタートってことか。さあ、遺跡、あー、なんだ、煙、毒遺跡、あ、これ枯れる文字じゃないのこれ。さあ、この聖杯ダンジョンなるものが何なのかよく分かってませんが、お、そう開ける。え、やだこれ、入った瞬間ズドンと落ちる系じゃないのこれ。たしたし、たしたし言うとるよ。わあ、人気はないけど火は灯っている。あれ、また、うん、ふん、この不思議なダンジョン的な、入るたびに構造が変わる的なことをなんかで書いてたような気がするんだけど、あれ、ネズミタン俺に反応してる、しちゃってる、しちゃってるよねこれね。うわ、あっちにもなんかわらわらいるな。
なんだろうこの張り詰めた感じ。見えてるよ。いた。これこれ。わあ。わーん。はしごがある。あ、開く？仕掛けで施錠されている。あっち行けと。わあ、なんだろうこのモノリスは。おるなあ。やめてよ。おま、おま、おま。